ガントレット、ガントレットは、アタリが1985年に発表した、ファンタジー RPG 風のアクションサードパーソン、シューティングゲーム、並びに、それを第一作とする、サードパーソンシューティングームのシリーズの総称である。日本では初代をナムコ、後のバンダイナムコエンターテインメント、レジェンドとダークレガシーを、SNK が輸入販売していた。特徴としては、 複数のプレイヤーが個別に参加、中断可能であり、その全員が時には協力しつつ、時には足を引っ張り合いつつ、プレイできる点が挙げられる。このアイデアは当時画期的なものであり、当たりは特許としても所有している。ヘルス、ヒットポイントは敵から受けるダメージと時間経過により減少する。それを食べ物と現実のコイン、クレジットで補給しつつ、 先に進んでいく。XBOX360 の XBOX Live アーケードにてダウンロード配信も行われたが、現在は配信終了している。プレイするキャラクターによって様々な特徴があり、基本的な能力値も違う。それらの能力を対別すると投射攻撃、ショット、接近戦、ファイト、投射速度、ショットスピード、防御力、アーマー、魔力、マジック、 移動速度、スピードに分けられる。これらの能力は、秘伝ポーションと呼ばれる、パワーアップアイテムを取得ることによって向上させることができる。二人以上のプレイを行った場合、アイテムの連続取得によって、ポイント加算の倍率が異なる。連続取得したプレイヤーは2、3、4と得点倍率が上昇していき、逆に他のプレイヤーにアイテムを獲得されると倍率が、 減少していく。この倍率表記は各プレイヤーのスコア左上に表示される。一人プレイの場合、あるいは途中でプレイヤーがいなくなってプレイヤーが一人になってしまった場合、倍率は1倍、基準値に戻り倍率表記はされない。倍率が表示されている間はアイテムによる得点だけでなく敵にショットやファイトを命中させた場合の得点にも反映する。敵はですと、 シーフを除いてすべてそれぞれ3段階の強さがあり、一般にレベルが高いほど明るい色をしており、プレイヤーが被るダメージも敵レベルに比例して大きくなる。また、ジェネレーターもそれぞれ3段階あり、発生させる敵のレベルに対応している。ガントレットの続編。本作はナムコが輸入、販売しなかったため、日本国内ではほとんど見かけなかった。 また席と色による役割の縛りもなくなったため、青色のウィザード、緑色のバルキリーなど、任意の席と役割を選べるようになった。こちらもエンディングはないものの、滅多に入ることのできない隠し部屋が存在する。アメリカなどでは隠し部屋をクリアしたプレイヤーは、T シャツをもらえるキャンペーンを行っていた。アイテムや敵キャラクターが増え、何度も上がっている。真偽は不明だが、 2の開発当時、ナムコから1クレジットで、延々とプレイする上級者が出てきており、困っているという報告が当たり上がり、それを当初当たりのスタッフは信じていなかったが、証拠としてのビデオが当たりに送られた。そのプレイヤーが使っていたのがウィザードだったので、2では、ウィザードの難易度が上がったという噂がある。開発は、米国タイガーエレクトロニクス。日本での輸入販売はセガ、 あとのセガゲームス。セガゲームビジョンシリーズとして1990年に発売された。アリクごとに体力が減るようになっている。と、システムや画面構成がオリジナルとは異なるものになっている。キャラクターは戦士、女戦士のどちらかを選択できてきキャラクターは、グラントとデーモが登場する。US ゴールド社より、欧州マスターシステム用として発売されたが、 変換アダプタを使うことで、日本、NTSC のマーク E およびマスターシステムでも、プレイ可能。画面右8バイト G エリアを固定する縦スクロールと、横スクロール時のオフセット部分を、黒1列のスプライトでマスキングすることにより、ヘルス表示エリアを固定したまま8方向スクロールを、行うこと実現している。敵キャラクターは、すべて BG で描かれるためスプライトオーバーによる、 つきはほとんど発生しない。最大2人同時プレイが可能。1993年に発売された天元による移植版、移植は M2 が担当。アーケード版にも存在していたアーケードモード、アーケードモードを一人でプレイするレコードモード、他人数プレイで競い合うことができるバトルモードに加え、家庭用オリジナルのクエストモードが追加されている。 トランスポーターのワープ移動の法則が異なるものの、オリジナルは距離だけでなく、明滅のタイミングで飛ぶ方向が設定されるが、当時は広くは知られていなかったそれ以外の再現性は、非常にく、オリジナルのスタッフも称賛していた。敵キャラクターを大量に表示させるために、スプライトダブラーを使用している。裏技によって使用キャラクターの能力を、すべてサイトカ値にしたりアイテムをコプリートしたりできる。 リンクス開発元のエピックスにて制作されていた別タイトルのゲーム9代タイムクエスッツトレジャーチェスッツを発売前にガントレットに改題し天元が発売。ザサードエンカウンターというサブタイトルがついている。プレイヤーキャラクターの種類は8種類となり、ゲーム内容もジェネレーターがなく、エンディングも存在するなどオリジナルとは大きく異なる。 縦画面で表示されるため本体を縦に持ってプレイする形状になっている。本体をケーブルで数珠つなぎにすることで4人同時プレイが可能。1998年に登場したシリーズである。この当時から当たりゲームズの資産を保有しているミッドウェイゲームズが開発、発売された。内容は一新され、すべてポリゴンになっており、マップがやや立体的になった。 レベルアップの概念が存在し、よりアクション RPG に近いシステムになった。洞窟や城など様々な世界、ステージを冒険しつつ、最終的には悪魔スコーンを倒すのが目的。敵キャラクターの種類も大幅に増え、各世界の最後のレベルにはボスが登場し、すべての世界のボスを倒すことで、スコーンのいる最終ステージへと行くことができる。各世界のレベルは、 ボスレベルもも含め何度でも行くことが可能になっている。最終ボスであるスコーンを倒せばエンディング。国内では SNK が販売。2000年にはエポック社より任天堂64版が発売されている。ハードディスクを筐体に内蔵しているため、自分のイニシャルとパスワードを記録しておけば、経験値として保存できた。ただし、その店舗でしか記録できない。 また、スタート時にある条件を満たすと、ウォリアーがミノタウロスになったり、ウィザードがアヌビス神になったり、伝説の存在に変身できる裏技があった。いずれのキャラクターも、普通のキャラクターより強力な攻撃力を持っている。海外では、ドリームキャスト版、プレイステーション版が発売されているが、日本では未発売。1999年に登場した。 現時点では最後に発売されたアーケードのシリーズ。国内ではアーケード版は SNK が販売。家庭用ゲームとしては2002年に公営ネット、後の公営テクモゲームス発売。元には日本法人としての株式会社ミッドウェイゲームズの供級より PS2 版にて発売されている。ガントレットレジェンドがベースになっており、プレイヤーキャラクターが新たに増え、 いくつかの新たな世界や、ボスキャラクター、火を吹く、新アイテムなどが追加されている。鳥に変身する、呪いのアイテムも存在する。海外では XBOX、Nintendo GameCube、ゲームボーイアドバンス版も発売されているが、こちらは、日本国内では、未発売。2005年に登場した、最新作、FPS、Doom や、 街頭などで有名な米国のゲームデザイナー、ジョン・ロメロが制作に携わっている。コンシューマのみでの展開で、Xbox PS2 で発売。日本国内では未発売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。